どうもこんにちは、ヨメランドです。赤ちゃんがですね、全然出てこないんですよ。予定日はまだ過ぎていないんですけれども、あと数日で予定日なんですね。で、昨日産婦人科に行ってきたんですけれども、まあ、子宮口は4センチぐらい、3、4センチ開いていて、赤ちゃんのサイズも3500ぐらいで、まあ、順調は順調なんですけれども、まあ、まだ本陣痛は来ていない、ずっとお腹が張ってる、痛いっていう状態で、予定日を1週間過ぎてしまったら、もう自動的に入院になり、陣痛促進剤で産むということになってしまっております。はい、次の予約検診は来週なので、1週間後なので、それまでに陣痛が来なければ強制的に陣痛促進剤になってしまうというような感じです。なんとか普通に陣痛来てくれないかなって思ってるんですけど、結構歩いてんのよ。昨日もね、30分ぐらい歩いたし、結構頑張ってるんですけどね、なかなか出てきてくれません。あ、おかえり。今パパがチビランドちゃんをただいまでしょ、チビランドちゃんをお迎えに行ってくれました。はい、というような感じで、私は今日も家事をして、そして風が強いんですけど、ちょっと歩こうかなと思っております。なんとか出てきてくれ。こんなお腹です。もう破裂しそうです。というわけで、生まれたら生まれたという動画をあげますので、皆さんそれまで少々お待ちください。私の近況報告でした。ありがとうございます。